読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発山岡。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。これが2球目。2球目打ちました。バッターボックスには指名打者の柳田。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。初球ボール、いいボールでしたね。インローへキレのある変化球が決まっています。高めの変化球で空振りを取ります。ワンボールツーストライク。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスは3番坂本。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー山岡、そしてキャッチャーは矢野。そのバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩す。インサイド落ちました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドにバッターは山田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。スライダー外れます。3球目は何で来るか。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。バッターは2番に入っている吉田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。際どいコースには投げ込んでいます。ボール先行です。梅、これは決まった。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。強い打球。変化球が高めに外れています。3ボール2ストライクです。インコース落ちました。いい当たり、ライトに大きな打球。さあそして打席には坂本が入ります。さあ得点圏には先制のランナー。当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。バッター、さあそしてバッターボックスには浅村が入っています。さあなおもピンチが続きます。そこで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですね。2球目、ここは外します。2ボール、やはりランナーを警戒したでしょうか。そうですね、まあこうしてカウントが悪くなっているんで。インサイド押しました。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。小山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。ストライクからボールによる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思います。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。これが4球目。あっと外れた。フォアボールを与えます。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。初球打ち、そして打席には丸が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおも満塁の場面が続きます。まあ、このままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。今度もインハイに持ってきました。まあそうですね、焦ってストライクを安易に取りに行かないことでしょうね。はい、ボールが先行して2ボールナッシングです。試合は最終回まで来ました。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは4番丸。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。
西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃ドラマを作る。打ちました。打順は5番吉田。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球ボール。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。さあ5球目は何か。インコース詰まりました。バッターボックスは6番浅村。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。いいところへ決めてきます。ストライクです。切れてますね。はい、あっという間に2ストライクです。これはバット出ず三振です。試合終了。ジャイアンツ